まあ、私はその幸せなことにサッカーをやめたいって思ったことがなくって、でもまあ、その中でもやっぱうまくいかない時もたくさんあるし、本当に何やってもうまくいかないな、こう例えばミスばっかりしちゃうなとかっていう時もあるんだけど、スポーツって、まあ、サッカー以外でもスポーツって、なんだろうな、トップレベルに行くことが別に全てではないなって私は思ってて、スポーツやってることで本当にいろんなことが学べたりとか、スポーツもその、じゃプロ目指す人、別にプロ目指さないけど、本当に真剣にやってる人、あとはもう楽しいからやってる人、あとは本当、なんていうんだろうな、健康のためにやってる人とかって、本当にすごい様々な、自分の、決めた道があって、だから、なんていうんだろうな、例えばうまくいかなくてやめたいなって思った時も、じゃあもしこのままやめたら、またやりたくならないのかなとか自分に考えてみたりとか、だったら別にやめないでもうちょっと続けてみようかなとか、なんかやめて今この悩んでるのとかって解決するのかなとか自分で考えてみると、あ、別にやめなくてもいいかなっていう、なんか、まあ、うまくいかなくてももしかしたらやってた方が楽しいかなとか、別に、なんかそれだけはまあ全てじゃないと思うんで、別に他に好きなことがあれば別にそっちに行くのも別に悪いことじゃないし、まあ、やめたいなって思った時に、なんかそれがダメっていうわけじゃないから、やめたくなることが。だけど、ずっとじゃあやってきて、なんか好きだから多分やってるじゃないのかな。だから、なんか、なんかこう、つまんなくなった時に、例えば剣道だったかな。剣道の楽しいとこって何だったっけなとか考えてみたりとか、もうなんかそういうのもいいかなと、はい、思います。なんかやっぱうまくいかないときって、なんかすごい考えすぎちゃって、頭でっかちになってるっていうか、そういうときって結構あると思うんですよね。で、ふとこう、まあ、考えて考えて考えて、なんかふとしたときに、あら、なんか違うかな、なんか今自分が違う方向に行ってるな、みたいなとこに気づけると、割とこう気持ち的にも楽になりますし、まあ、スポーツでいうとこうちょっとプレーのなんかこう感じがちょっと違ったりとか、まあ、なんかうまくいかないときはうまくいかないしみたいな ちょっと違うことやってみようかなとか、なんかこうあんまりこう考えすぎないっていうのもなんか一つかなと思います。私はスポーツにおいて楽しいってすごく大事だなと思ってて、私はサッカーなんで、サッカーって団体競技でチームスポーツなんで、やっぱ周りに仲間がいる。だから、まあ、いろんなオリンピックとかを通して違う競技の、選手とこう話す機会とかもあるんだけど、個人競技の人って本当すごいなってよく思うんだけど、まあ、剣道も本当そうかもしれないけど、自分一人でね、試合とかするときは戦わなきゃいけないし、すごい孤独っていうか、ある意味、サッカーだとちょっと自分がね、調子悪くても、周りの人が調子良かったら勝てちゃう時もあるし、逆にね、それを逆の時もあるし、自分が調子良くても、じゃあ違う人がこう調子悪い時もあるし、なんかそういう意味でこう、補い合えるっていうチームスポーツは、私にとってはすごく合ってるし、すごくいいなって思ってて。まあ、それでもやっぱり練習とかって他の人と、こう関わることがあるよね。そういうところに楽しさを見つけたとか、そういうのもすごく別に剣道がこう上手い下手とかじゃなくて、そういうところで楽しさを見つけるのも私はすごくいいことかなって、はい、思います。別にそれが続ける理由になったとしても、別にそれはいいと思うし、絶対強くなきゃいけない。まあ、強いところを目指す。絶対にこう剣道で結果を出したいんだって思うんだったら、そこを目指すのも一つだし、本当にいろんな選手がいるっていうのは、全然、いいと思います。